皆さんこんにちは。今回は栃木ドローンレーサーズ運営の TDR レース第2戦に行ってきました。この大会自体はね、草レースっていうことで、めちゃめちゃ速い人が出てる大会ではないんですけども、初心者から中級者まで楽しめるレースでした。今回は入賞もしたので、よかったら映像最後まで見てください。ではどうぞ。ございます。はい、今日は雨が心配だったんですけども、絶好のドローン日和になりました。どうす、はい、みんなで楽しんでいきましょう。練習を5、6回やった後に予選が始まったんですけど、予選が始まった途端に雨が降り始めましたね。今日の目標は優勝で頑張ってください。1時間もしたら雨はね、すっかり止んで逆に晴れてきましたね。猛暑の優勝候補松山さんです。松さん、さっきボロボロでしたね。今度はちゃんと飛ぶもん。ゲートに数回ぶつかってもらう。なのに負けてるっていう、この小池さんだ。お疲れ様です。お疲れ様です。お元気で。元気で。元気で。はい、中塚さんも映像の方綺麗に来てます。あら。予選前に、はい、もう終わってます。終わりました。終わっちゃった。残念ながらTDR レースの運営の皆さんですね。3人とも、先ほどちゃんと記録残しています。はい、さらに記録を伸ばすように頑張ってください。それではスタートします。参加人数がそんなに多くないので、練習が 4、5回できたのかな。でそれは順番をね、機体を置いて順番を取っていきます。予選は決められた順番で3周を2回やります。その合計タイム、3周の合計タイムで予選アウトになります。もともと RC 飛行機の飛行機だったんで、すごいフラットなんですよ。ゲートとかね、置いてやってて、そのゲートとかが、機体が当たってもゲートが倒れたりとか、バーが取れたりとかね、そういう優しい作りでした。はい、頑張りましょう。予選2回目。予選は決勝と同じスタート位置からね、スタートの練習にもできるんで、それやってました。と思ったらマットさんこけました。なんで？このコース結構難しいんですよね。この後映像が出てくるんですけども、まずこちらですね、グラビティがあって、その後4連のこうくぐるのがあるんですね。これが結構ここでタイムが変わってくるんですよ。その後にスラロームがあって、ここからのターンの4連、これがちっちゃいゲートなんですよね。その後にこれ360度で U ターンして、これで1周なんですね。これがまたぎですね。またぎ回ってまたぎの U ターン、グラビティ U ターン。結構ね、初心者には難しいコースなんで、初心者ビギナークラスは外周を回るだけのコースなんで、初心者でも安心して参加できるレースでした。 TDR は栃木県の宇都宮にある栃木ドローンレーサーズっていう練習場でやってますので、もしよかったらね、皆さん参加してみてください。初心者にもね、優しかったり難しかったりするようなコースなのでね。でこちらの方まだまだね、メンバーは、ね、募集中らしいので、普段クラブ活動してね、活動してると思うんですけども、そちらの方ね、メンバーそんなに人数いないんで、ドローンやってて栃木の方で突破してる方、もしよかったら連絡してみてください。予選で3周集中して、ね、飛ぶことが難しくて、最終周ね結構ミスっちゃったんですけども、なんとか3位に入れたので、予選3位に入れたので A 決勝に進めました。河野さんとぶつかるけど、2人でぶつかり合えないによくぶつかるんですよね。機体同士もぶつかり合う。小崎さんも頑張って。ありがとうございます。はい、それでは準備ができた選手は手を挙げてください。はい、2人 OK。 はい、3人 OK となります。はい、それでは C 決勝の方スタートいたします。
タートです。最初にゲートを出ますのは岩田さんかな。岩田さん、河野さんの、もう、ね、はい、頑張れ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 、松本さん、おめでとうございます。予告通り、予告通り優勝です。次回は A 決勝入ります。はい、頑張ってください。頑張ってください。あ、違うわ、違うわ、違うわ。いいレースでしたね。ゼロ5がこっちでいいのかな。いや、これきついな。最近ずっと予想待ちしてるんで、一斉スタートないんですよ。ここら辺置いといていいですか。これ3機映ると面白いな。3機映るな。あれ、ちょっとバッテリー壊せ、バッテリー変えます。行きましょう。さあ行こう、さあ行こう、行こう、行こう、行こう。もうそこで落ちました。あ、ダメですね。最初に飛ばすとダメだね。落ちたね。後ろに人がいる。後ろに人がいる。はい。第9位、河野さん。はい。第8位、岩田さん。はい。はい。小田川さん。小田川さん。第6位、長塚さん。第5位、大和田さん。第4位、松本さん。はい、第3位、上野さん。おめでとうございます。前行きましょう。写真撮ります。おめでとうございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、続きまして準優勝井上さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。優勝者の発表です。優勝は松延さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。素晴らしい。これがあの3人、どうぞパチャパチャ撮っちゃってください。はい、おめでとうございます。はい、TDR 第2戦参加された皆さん、運営の皆さん、お疲れ様でした。今回はね、すごいいい天気だったり土砂降りの雨だったりね、大変な状況だったんですよね。で最後練習、ちょっと練習をしてたら雷雨がもう雷が鳴ってきたので、皆さん先に帰っちゃったんですけども、最後の撤収がね結構大変でした。やばいっす、雨がやばいです。スコール、ちょっと練習してたら土砂降り、やばい、下がもうドロドロ、やばいやばい、スタックしそう。見えない、やばい、ほら見て、もうやばい、大雨でね、音楽も聞こえないぐらいでしたね。で、せっかく宇都宮まで来たので、キラッセ、宇都宮のキラッセに行って餃子を食べました。これはね、もうタレ入れちゃいましたけども、普通ね、こう持ってくるのってラー油が入った皿だけらしいんですよ。それに餃子のタレ、餃子のタレとかをこう混ぜて食べるみたいね。まあいいよ、先食べちゃおう。いいよ、先食べちゃおう。やだやだ。